しっかり腹筋に効かせたい人は今回のクランチがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。はい、本日の内容なんですけども、腹筋にしっかり効くクランチということで、クランチの応用編を紹介しようと思います。通常のクランチはですね、実はデメリットがあります。首を痛める、腰を痛めるということで、実はクランチはですね、やらない方がいいと言われております。アメリカの陸軍では体力測定でクランチが入ってたんですけども、現在では首を痛めたり腰を痛める原因となるために体力測定からクランチが外されております。それぐらいクランチというのは実は腹筋を鍛えるエクササイズですが、デメリットがあります。反り腰の人がですね、クランチやってしまうとかなりね、腰を痛めやすいです。腹筋の弱い人が反り腰になってしまっているので、クランチをしてもですね、お腹をキュッと締めることができない。そのため力んでしまって首をグッと起こしてしまう。そうすると首が痛くなるという原因があります。で、今回の改善したクランチなんですけども、今回はメリットは3つあります。首に安全に行えます。腰にも安全です。なおかつしっかり効きます。今回たったの5回、1回ずつ息を10秒間吐いてください。原理は腹筋ローラーと同じような効きです。ではやり方を説明します。はい、今回はタオルとかもしくはクッションを用意してください。はい、通常のクランチなんですけども、足を上げて手は頭で、ここから体を起こすっていうのがクランチですよね。この時に腰に隙間がある場合は、お腹を締めるっていう力が弱いので、腰を痛める、力むから首が痛くなる、首の筋が伸びてしまうといった現象になります。もちろん腰が床につけれる人でもですね、疲れるにつれてお腹が縮む力が弱くなってくるので、お腹が伸びてしまう、腰が反れてしまうっていう風になってしまいます。で、今回はこのタオルをですね、よくアブマットとか言って腰の隙間を埋めるようなマットがあるんですけども、そのマットとか使ってしまうと、逆にお腹が伸びてしまって縮む力が弱い人は意味がないんですよね。で、この部分をですね、腰ではなく背中に近い位置に敷いてやります。腰よりも少し手前です。そうすることで足を上げた時に腰がしっかりついた状態になります。このままですね、腰がついた状態を作れますから、このままグッとね、お腹を締めて起き上がります。そこから足をゆっくり遠くにゆっくり持ってきます。腰が浮かないように、腰が浮くようになるともうちょっと手前です。腰が浮かないようにできるだけ向こうに持ってって、お腹を引き伸ばしていきます。息を吐き終えたら戻します。これを5回やっていきます。一回やってみます。戻したら息を吸います。上半身は常に起こしたままです。お腹を締めたままです。手は頭の後ろで組んでしまうと、腕の力で頭を持ち上げてしまって首が痛くなるので、添える程度です。これを一緒に5回やっていきましょう。息をできるだけ吐いてください。で、このタオルまたはクッションを敷く位置をですね、しっかり微調節して、足を上げた時に腰のつく位置に合わせてください。これで上半身を起こしたままやっていきます。では、5回いきましょう。
お疲れ様でした。どうでしたか？たったの5回でお腹しっくりきませんでしたか？どうでしたか？タートルは今の子たったの5回で結構痛いです。はい、この腹筋のメリットなんですけども、頭を起こしたままなので首に負担が少ないです。一回ずつこうやって頭を起こさないので、起こしたままでクランチを行いますので首が痛めにくいと。タオルを使うことによって腰を床についた状態を作れますので安全という風になります。で、息をしっかり吐く、足を少し遠くに持っていくことでお腹に力が入ったままでお腹が引き伸ばされて腹筋ローラーみたいにお腹にしっかりアプローチできますといった感じになります。どうでしたか皆さん、腹筋結構効きましたか？腹筋効いたよって方はぜひねコメントください。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。登録されてない方はしっかりチャンネル登録をしてください。今後もエクササイズの効果的に少ない回数で効くエクササイズをバンバン載せていきますんでよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアしてもらうとタートルもどんどん励みになりますので、今後もバチバチやっていきますんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Thank you.